にちは。どうもこんにちは。本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では今日は、最近実際にご来店された方の症例をご紹介いただけるということですね。はい、そうなんです。はい、でまず一つ目のテーマとしてですね、シェーグレン症候群という病気があるんですけど、まあ、こういうふうな症状でですね、ご相談いただいた方がいらっしゃいますので、はい、まあ、ここら辺からちょっとお話しさせていただきたいと思うんです。はい、でこ のシェーグレン症候群というのはどういうふうなその病気かといいますと、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、まずその、主にこの涙腺 涙腺であるとかこう唾液腺ですよね、これが自己免疫 このターゲットになる病気でですね、まあ、目だとかその口の中がこう乾くのが特徴的なその、まあ、症状なんですね。はい、でこの発症のピークはどのぐらいの年代の方が多いかといいますと、40代から60代の方が多いと言われているんです。はいはい、でこのあと男女 その比という分からいきますとですね、まあ、男その1に対して女性が14とですね、圧倒的にこの女性の方の方が多い、まあ、疾患でもあるんですね。はい、はい、実際に私のね、はい、友人にも、はい、このシェーグレン症候群悩んでる友達がいるんですね。はいはい、ですからやっぱり圧倒的に女性が多いっていうのは、はい、何かがあるんですかね。いや、なぜかという部分の中ではまだ解明されてない部分が多いらしいんです。でやはり統計的に取ると、やはり先ほどに言ったように男性の方がまあ少なくて女性の方が多いというふうなことらしいですね。はい、ではどんな自覚症状があるんでしょうか。はい、はい、まず目でいきますとですね、やはりドライアイですよね。あと角膜炎、こういうふうな症状が出てきます。はい、で口に関しましてはこのドライマウス、あと、まあ、嚥下障害ですね、飲み込むのが難しくなってきたり、であと呼吸器系に関しましては呼吸障害、呼吸器感染症、あと生殖器系に関しましてはですね、膣乾燥症であるとか、でその他の部分としましては間質性のその腎炎、あと関節痛、まあ、こういうふうなものがですね、自覚症状で出てくるというふうによく言われます。はい、はい、なんかシェーグレン症候群って本当になんか自覚症状が多岐にわたるっていうふうに言われますよね。そうなんです、そうなんです。なので今おっしゃっていただいた、はい、この自覚症状が全部当てはまるってわけではなくて、はい、この中のいくつかが出てる方でも、はい、この例えばドライアイとか、はい、それだけだったりする場合もあるってことですか。はい、あるんですね。そうなんですか。そうなんです。はい、なるほど。はい、はい、では実際の処方例ですね。そうですね、はい、でこういうふうなこのシェーグレンに使われるですね、汎用処方をご紹介しますとですね、まずバクモンド等というお薬で、あと白骨か人参等というお薬、あと従前大補等というお薬、あと六味地黄丸というお薬、まあ、こういうふうなものがですね、よくこのシェーグレン症候群には使われる漢方薬なんですね。はい、その症状によって漢方薬も組み合わせなさるということなんですね。はい、まあ、自覚症状、はい、体質ですか、それに合わせて漢方薬の場合は調合していかないといけないということですね。はい、はい、で続いてもう一つですね。はい、はい、最近ですね、ご相談の中から不妊症ということで最近こうご相談に来られる方もいらっしゃるので、これをちょっとまた2つ目のテーマとしてお話しさせていただきたいんですけども、はい、この不妊症というのはこの日本の、まあ部分ではですね、健常にこう性行為があってもですね、2年間妊娠しない場合、これをまあ不妊症と定義付けしてるんですね。はい、はい、で最近のこのデータに関しましてはですね、10組に1組は不妊症で悩まれているというデータもあるぐらいなんです。はい、はい、であとその不妊症の原因というふうな部分の中では、よく女性だけがその、まあ、ピックアップされるような部分はありますけれども、まあ、女性にも男性にもこう原因があるわけですよね。はい、でそこでですね、まずその女性の場合は排卵障害というのがやはりその不妊症の原因でもありますし、あと着床障害、はい、であとその、まあ、受精卵のその卵管からですね、子宮への この移動の過程 その障害であったりというのが、まあ、女性の、まあ、原因の場合で、男性の場合に関しましては、やはりその精子がですね、子宮内にこう入る過程での障害ですよね。運動能力がこう低かったりとかですね。であと
まあ、正常なこの精子のこの生産能力のまあ障害ですよね、まあ、精子の数が少ないというような部分、まあ、これがまあ男性に見られるその不妊症のまあ原因というふうにこう言われているわけなんですね、はいはい、この不妊症の漢方薬はということですか、はい、最近ではやはり漢方治療が非常にこう注目されている部分もあるんです、はいはい、やはりその現代的なその不妊症のこの治療をですねやってもですねなかなかあの小宝に恵まれなくてですね、で漢方でどうにかならないのかという方がですね非常にこう、まあ、増えてきていらっしゃるんですね、はい、なるほど。じゃあ女性男性それぞれまた処方される漢方薬も違うと思うんですけれども、どんなものがあるんでしょうか。はい、はい、あの女性側にですね、まあ、障害のあるケースの場合に関しましては当帰芍薬散であるとか、あと、球気腸血飲、あと摂生飲、まあ、こういうふうなものっていうのはよく使われる処方なんですね、はい、で男性に関しましてはですね、六味地黄丸、あとその八味地黄丸、地縛地黄丸、まあ、こういうふうなものがですね、結構使われる処方になっております。はい、はい、その漢方薬で、はい、結局体質を改善することでその不妊症も、はい、まあ、効果があるんじゃないかということですかね。そうですね、やはり漢方的にですね、まあ、女性に見られるその処方に関して共通する部分としてはですね、やはりそのいい卵を作っていくような、うん、まあ、作らせるような、まあ、そういうふうなその処方と、あとはやはりその、まあ、まあ、卵を受けるこの土俵ですよね、子宮側のですね、症状を、まあ、安定させていく、まあ、そういうふうな処方が女性側には多いんですね。であとはその、男性側 の, その障害の、まあ、不妊症の場合に使われる処方というのはやはり、漢方でいう腎をですね補強していく、補っていくような補腎剤が入っているような処方というのは多いんです、はい、ですからやはりまあ、補腎剤となりますとやはりその生殖機能を高めていく、例えば精子の酸性をですね生産能力を上げていくであるとか、うん、精神 の, その運動率を上げていくような元気なその精子がですね作られていくような、まあ、そういうような処方が男性には多いということなんですね。はい、本当不妊症って今悩んでいる方は多いと思いますので、はい、ぜひこれ聞いている方ね、はい、漢方薬にもちょっとぜひご相談していただいたりね。そうですね、はい、まあ、一つ の, その、まあ、手段としてですね考えていただくのもいいと思いますね、はいはい、先生のところ毎週金曜日、はい、大宮総合の2階で相談会開催されていらっしゃるんですよね。そうなんです、はい、毎週金曜日ですね、まあ、漢方相談会をやっておりますし、であと私の方も朝からですね、まあ夕方の5時半まで、はい、漢方相談を受け持っておりますので、まあ、何なりとお気軽にですねご連絡いただければ、ご相談いただければと思います、はいはい、時間は先生何時からでしょうか、毎週金曜日の、はい、ご相談はですね朝10時から5時半というふうな形で、はい、勤務させていただいてます。5時半ですね、はい、5時半ですね、はい、夕方の、はいはい、大宮総合2階で毎週金曜日、はい、10時から5時半、はいはい、無料ということですもんね。そうです、はいはい、ぜひ皆様何か悩んでらっしゃる方は、はい、こういった無料の相談会にもね、はい、お出かけいただきたいですね。そうですね、はい、はい、はい、ありがとうございます。ここまで小木秀幸の漢方で健康に、今週も一心堂薬局の小木秀幸先生とお送りしました。小木先生、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。